はいこんにちはポップです EFFECT ネル a 3月6日土曜日今回は週末スペシャルということでゴールド相場、金相場について解説をしていきます週に一度の解説となりますので短期的な目線だけではなく中長期的なスイングトレードにも使えるような解説としてきますのでよろしければ最後までご視聴ください それでは、ね、早速、ゴールドの冷やしチャートを、ね、ご覧いただいているところでございますが、直近の、ね、安値を抜けまして、1750ドルを割り込み、そして、ね、最終的にアメリカ雇用統計を経て、1700ドルぐらいでクローズした1週間といいますか、直近の、ね、動きでございます。 まずはね短期的な目線から振り返りをしながらね今後のトレードポイントについても言及していきたいと思いますのでまずは1時間足ですね1週間の時間軸を見ていきましょうはいこちらねゴールドの1週間の時間軸となりまして縦軸のこの白い点線が1日ごとの区切り月曜日はねこちらからのスタートとなりました 一旦はね、月曜日の段階で1750ドルですね、こちらを回復する場面は一旦はあったんですが。 その後もですね移動平均線24、これをね大まかなトレンドとして見ておりますが、移動平均線24の下落とともに、反発してもね移動平均線の上に上がる期間は短くね、ね最終的にはこの移動平均線にレジスタンスを食らいながら、とうとう、ね、1700ドル、サポートが入っていたんですが、一旦は割り込んでクローズするというね、ねどうしても売りが強かった1週間でございました。 この理由としましては、そもそもアメリカの長期金利が上がったことによって、ドル円相場が上がる。やっぱりね、長期金利が上がりますと、ドルのね、ところを保有しようというね、気持ちが強くなるものですから、ドル円相場が上がる。そして、ドルと逆相関のね、動きをするゴールドはどうしても下がってしまうというところ。 あとは長期金利が上がりますと、安全資産の債券がね人気がやっぱり出てくる、ドル資産が人気が出てくるというところでございますが、ゴールドを持っていてもね一向に安全資産なんですが、金利がつかないというところでね、その分不利になってしまいますので、やはり長期金利の上昇というのは、金利がつかないゴールドについては、なかなかね不利な状況になってしまうというところでございます。 同じくね、このゴールドと逆相関をします、米ドルのね、ここで1時間足同じチャートで見てみましょう。はいこれ、米ドルの1時間足でございますが、こちらもね、縦軸で見ていただきますと、月曜日のスタートはこちら、移動平均線の上昇とと,ともに上昇してきまして、 特にね、この木曜日、金曜日、大幅に上げましてね、だいたい150ピプスぐらい吹き上げたということで、これがね、長期金利1.5%を超える、一時はね、1.6%まで上がってきましたが、こういったところで勢いがついてですね、終始右肩上がりの中でも、木曜日、金曜日に大きく上げたというね、ドル円相場でございます。 まあこれとね逆相関の動きをするというゴールドに関しましては、終始下げ目線で、ただね、木曜日、金曜日にかけては、米ドルね、先ほどめちゃめちゃ上げてたというような状況なんですが、ゴールドの方はね、そこまで加速した下げは入らずですね、1700ドル付近まで下がってきてしまいましたが、このあたりでね、一つ反転する可能性もありうるというところでございます。 今までのねゴールドのところ、えッ、ー、ゴールドの解説では、まあ、えー、中長期的にはね1750ドル付近で、えー、反発するんじゃないかというのね、えー、お話をしておりましたが、ちょっとねこのあたり、米ドルが急に上がってしまいましたので、えー、さらに50ドルぐらい下げた1700ドル、まあ。ちょっとねこのあたりでの、えー、反発を、えー、見るべきかなというところでございますが、ただね、ね、えー、ここも、えー、今の段階からすぐにロングを取れというわけではございません。 このあたりはね、しっかりと米ドルの反転とゴールドの反転ね、同じく見ていかないといけないというところでございますが、米ドルの方はね、まあ、今、108円50銭付近まで上げておりまして、もしね、来週ピークを迎えるような最後の吹き上げがあるというところであれば、ゴールドは逆に1700ドルを割り込んだところで、一気にこちらね、下方向に行く可能性がある。 ただ、こちらのね1時間足に関しましては、一旦は今までね下げ続けていた移動平均線、ちょっとね、金曜日の雇用統計が終わった後に横ばいになってきましたので。 まあこのままね移動平均線がちょっと横ばいになりつつこちらのねチャートの方が1700ドルを超えてくるという形になりますと移動平均線が少しずつ上がってくるとそしてその上側移動平均線及び1700ドルの上側で一旦ね調整したときに陰線から陽線に平均足が変わったところ このようなタイミングがあったときにはロングを取れるかなというところでございますので、これはね、一旦下方向に行ってしまった場合はロングは見送り、頭と尻尾はくれてやるということで、ちょっとね、下げたときには無視していただきながら、ロングの方はね、一旦1700ドルと移動平均線を大きく超えてね、それでサポートが再度入った場合、陰線から要線に1700ドル移動平均線の上側で起こった場合にはロングが取れるかなと。 まあそれ以前にね、1700ドルを下回っている状態や、一気に下方向に行った場合は、ちょっとね、無視していただいてよろしいかなと思います。そしてね、ショートはどうなんだというお話もあろうかと思いますが。 先ほどもねお話しした通り、米ドルがね大きく上昇した割には、ですねゴールドが下がらなくなった、はいまあ、下がってはいるんですけど、米ドルほどのね逆走感の動きはないということで、まあ、これ以上ね、ね売り込みというのは一気に進むことはないんじゃないかなということで、一旦ねショート目線の戻り売りというのはやめていただきながら、ロングを今度は狙っていくような相場。 ただ、すぐにロングを取るわけではなくて、しっかりと1700ドルと移動平均線が右肩上がりになったところ、その上側で、えー、陰線から要線ですね、サポートが入った場合に、しっかりロングを組みながら、まずは1750ドル、ここを目指すような相場でロングを取っていただくというような、ね、戦略でよろしいかと思いますので、ちょっとね、突っ込んでショートというのは一旦お休みして、ロングのパターンが出た時のみ、ロングポジションを取るというところで考えていただいてはいかがでしょうかというところでございます。 そしてね、デイトレ目線だけではなくて、スイングトレードですね、4時間足を参考にいただければと思います。こちらの方もね、移動平均線は終始、まあ、右下下がりを繰り返しているというところでございますが、こちら、スイングである程度ロングを取るのであれば、この4時間の移動平均線24と平均足ですね、こちらを参考にしていただければと思います。 今まではね、反発してもことごとく移動平均線の下側で要線から陰線、要線から陰線、要線から陰線という形でね、続いておりましたが、まあ、先ほどのね、米ドルの上昇の割にはゴールド下がらなくなったというお話をしました。そして、スイングベースでね、トレードをする場合に関しては、やはり移動平均線より平均足が下側にある場合はね、これは無理してロングを取る必要はない。 えー、そして1700ドルを超えて、この移動平均線ですね、今どのあたりにあるかと言いますと、だいたい1710ドルぐらいになると思いますが、そのあたりを一旦は超えて、そして超えた後移動平均線の上側、および1700ドルの上側ですね、だ、ま、い、あ、たい1710ドルぐらいだと思いますが、この上側で陰線から要線。 これも1時間足と同じような考え方ですけど、4時間足でもそのようなサインが出たところで中長期的にねロングが取れるかな。中長期といいますか、中期的な問題ですね。こういったところでロングが取れるかな。その場合には1850まですぐに行くとは限りませんが、1800ドル付近までは戻る可能性はあり得るということで、スイングトレードは移動平均線がこちら右肩、 下がりから横ばいから右肩上がりになって、そして1700ドルを大きく超えたところでですね、移動平均線の上側で陰線から要線、そして1800ドルの少し手前ぐらいで利確ラインを置く。まあ、このような形でね、スイングトレードを進めていただいてもいかがかなというところでございますので、皆さんね、デイトレで攻めるか、スイングトレードで攻めるか、それによってね、スイングであれば4時間足。 そしてデイトレであれば冷やしの方を参考にしていただいて入るタイミングを見ていただければと思いますので参考にしてください。 えということでね、冷やしチャートの方に一旦戻っていきますけど、まあ、大きくね、下落している状況でございますが、短い足のところからね、1時間足や4時間足の方から変化が出続けておりますし、あと、ベドルの上げほどね、ベドルの冷やしの方を見ていただきますと、まあ、こんな急上昇しているものですから、まあ、もう少しね、上攻めはあるにしても、一旦は調整する局面がある。その時にはゴールドは少しね、買い戻しの動きもあると思いますので、そこは60分足、1時間足や4時間足。 足ですねそこで見ながらデイトレとスイングのタイミングを測るというところでよろしいかと思います。 そしてね、もう少し長い軸間軸ですと、もう一度ね、1850ドル付近には戻る可能性は十分にありますので、まあ、そういったところを考えますとね、今回のタイミングで、まあ、早すぎるロングはね、どうかと思いますけど、しっかりと1時間足、4時間足でのね、先ほどのサインを見逃さず、頭と尻尾はくれてやってね、トレンド転換をしたところでね、ロングを組んでいくというところのターンをね、考えていただければと思います。 そして最後にですね月足の方で超長期の目線をね見ていきますと こちらですね、過去の高値をやっぱりね気にしていただければと思いますが、2011年の高値をつけたところですね、ここからだいたい1年半ぐらいね、まあ、レンジ相場が続きながら移動平均線が上がってくるのを待っていたというところでございますが、今もね移動平均線上がってくるのを待ってくると。で、一旦はねこの移動平均線の上側でね、突き足でも反発する場面はあろうかと思います。まあこういったところでね、反発していると思いますが、今回もね、一直線に下方向に下げるというところよりも、一旦はまた1850度。 ドル付近まで戻るチャンスは十分にある。 まあそれがね、いつのタイミングか、えー、来週になるかというのはね、先ほどの60分足や4時間足を見ながらというところでございますが、ずっと下げる相場ではなくて、一旦は1850ドルに今回の相場は戻ってくるだろうと。まあ、そうこうしながらね、アメリカの長期金利が例えば2%とか3%上がってきた時には、またね、ゴールドの方は下げていくという形になりますので、このままね、一気にショートで貼るというところよりも、長い目線で見てみると、一旦は1850ドル、こういったところに戻る場面は だろうかと思いますので、まあ長々期でね持つ方レバーをかけなくてロングというのは悪い選択肢ではないかなと思いますのでね、こういったところも一つ長期的な目線からね見ていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でね今回のゴールド相場金相場の解説を以上といたします。 えーまあ、週に一度の、ね、ゴールドの解説でございますが、また YouTube ライブの方ですね、平日の21時からこちらでも、ね、ご質問を受け付けておりますので、もしよろしければ、ね、ライブの方もご覧いただきながら、ゴールドの相場、ね、気になるようでしたらチャットでご質問いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今週も1週間お仕事とトレードお疲れ様でした。また来週からも、ね、お仕事とトレード頑張っていきましょう。バイバイ。